でおこっていうお店に来てみた。初めて。パーキングはね、広めに取ってあるからいいね。ドアでガーンやられることも少ないでしょ。はい、行ってみようか。買い物終了。ずいぶん長いこと買い物したな。いや、店内めちゃくちゃ広くてね、何がどこにあるか分かんなくてさ、うろちょろうろちょろした。何買うんだか忘れちゃってさ、思い出しながらね、あれはどこだあれはどこだって行ったり来たり行ったり来たりして、そうなるよね。店内広いです。物いっぱいです。おっと、ここ段差すごいね。飛べ、こうやって、どうやって、たぶん、でっかく、でっかく、でっかく、ピッポ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 。信号で県道68号を右方向。ポッポ、ピッポ、ピッポ、ポッポ、ピッポ、ピッポ、ポ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 ッポ。止まりど。止まりど。待てよ、今待てよ、これ。あら、のんびり買い物しちゃった。すげえもの品揃えが。信号で白子塾通りを左方向。見ろ、船出て。そんなもんがいっぱいあったよ。誰出てくったよ。Thank you.
。